ニューヨーク在住のシンガーソングズイフター田村理恵です。今回はエベレスティングについてお話ししたいと思います。エベレスティングとは同じ区間を往復し世界で一番高いエベレストの標高である8848メートルを登る競技です。自転車とランがあり、さらに実装の場合とバーチャルで行う場合があります。このエベレスティングという競技を発案したのがヘルズ500。ヘルズ500とはエベレスティングのコンセプトを考案し認定の管理などを行っている団体です。正式に認定されるとウェブ上で公開されているホールオブフェイムに名前や記録が登録されます。さらに達成者はヘルズ500が販売するエベレスティング公式ジャージやグッズを購入することができます。エベレスティングにはいろいろな種類があり、達成するとホールオブフェイムにバーチャルバッジが追加されていきます。このようにすごくたくさんの種類があるので、詳しくはヘルズ500のホームページもしくは今後も動画を作っていくのでそちらでチェックしてください。今回は私田村理恵が実際にズイフト上で達成したバーチャルシングルエベレスティングとバーチャルベースキャンプエベレスティングを中心にお話しさせていただきます。まずスマートトレーナーを使用してください。バーチャルエベレスティングに許可されたアプリズイフトもしくは RGT で行ってください。ダイレクトドライブ式の場合はどの坂でも認定されますが、後輪をつけて使うタイプのノンダイレクトドライブ式の場合は斜度 7% から 8% を超える坂は認定不可になります。ズイフトだとラジオタワーを含まないエピック KOM は認定されますが、アルプドゥズイフトは認定されないのでご注意ください。ライドの情報はストラバに登録しましょう。1回のアクティビティで 8848m を獲得してください。上り下り同じルートを使いましょう。トレーナーの負荷は最大にしましょう。エルゴモードの使用禁止、途中の睡眠禁止、下りは自転車から降りても大丈夫です。体重は当日に測って登録しましょう。現在改正されたルールでは標高を獲得した時点で達成になりました。ちなみにズイフト上のアチーブメントはトレーナーの負荷を下げたり体重調整をしてもゲットできます。ただしヘルズ500はどれだけ自分を追い込むか、辛いことを行えるかのチャレンジ精神を大切にしている期間なのでヘルズ500には認定されません。ここで補足ですが、負荷設定 100% の場合、ズイフト上の 10% は実装の 10% 相当、負荷設定 50% の場合はズイフト上の表示が 10% でも実装の 5% 相当の負荷になります。ちなみにこのチャンネルの登録者数が1000人を超えたら私田村理恵典型エベレスティングに挑戦いたしますので、よろしければチャンネル登録・高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。